この動画は英語を学習している私たち日本人のためにネイティブの方が日本語で英語の勉強をサポートしてくださる動画です。今日は誰もが知っている挨拶。It's nice to meet you これをネイティブみたいに発音できるようにサポートしていただきます。もう一度 私の日本語英語を聞いていただいてから本物のネイティブの発音をお聞きください。It's nice to meet you.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  それでは私アビがカリフォルニアから日本語英語を直していきますまずは「its から説明します発音の注意点は3つあります1つ目は「its の「i の発音ですこの「愛」の発音は日本語の「いい」ではなく「え」と発音しますこの発音は人によっては少し難しいかもしれませんが 誰ででも簡単に発音できるコツがあります。最初に日本語の「イを発音してくださいそしてそのまま顎をリラックスした状態で口を開けてみてくださいその音が「イになります2つ目は「えツ、ー、を日本人のみなさんが発音すると「イッツですが「ッつ」と発音してみてください t をあんまり共通しなければネイティブに近づいた音になりますね3つ目は it's の to の発音ですマジで it's は itsu と書きますがネイティブのように発音するには、えー、最後の u を発音しないでください it's です次に nice の発音を説明します nice はとても簡単ですよ It と同じようにロマ字で書くと N-A-I-S-U ですが u を発音しないでくださいねナイスですそして To の発音も簡単です少し気をつけたい点は To と語尾を伸ばさずに To と発音すればネイティブです Meet you の部分は えー、人によって発音が少し変わります、えー、まずは「It's nice to meet you」です「Meet と You」は別々の単語ですが「Nice to meet you」というフレーズは「えー、Meet と You」を一緒に発音してください例えば「It's nice to meet you」 というように単語を1つずつ発音すると少し AI みたいに聞こえますねでも「It's nice to meet you」It's nice to meet you. というふうにリンクしたらネイティブ発音のように聞こえませんか、えー、もう1つの発音は「It's nice to meet you」です。It's nice to meet youT をあまり発音しません。T の代わりに ほんの一瞬、間を取ります。ストップします。例えば、It's nice to meet you. です。It's nice to meet you. これですべての説明が終わりました。ネイティブのような発音ができそうですか声に出して何度も繰り返して練習してみてくださいね。